皆様、この飛行機は鄭州国際空港に着陸しました。気温は鄭州は都市として数千年の歴史があり、人間の活動の歴史も1万年に及ぶ長い歴史を持つ。大河村遺跡、ハイリコー遺跡、正代遺跡といった遺跡も数多くある。王建民さんは他のことに夢中になっているので、鄭州についてこれくらいの情報しか知らないようだ。今彼は企画展のためのアイディアを出す必要がある。また1日に21本ものドラマを見るにはどうしたらいいかも考えなければならない。大木さんは真面目な話が好きではない。そんな彼女が選んだ癒しのエンターテインメントとは？そう、漫画です。しかし東宮の野猿という舞踏ショーを見てからは、一瞬で中国の伝統芸能にも興味を持つようになった。都说鱼菜是八大菜系之母，今天我就带大家来高雄做点美食。李凱さんは中国の郷土料理を食べるのが好きで、よく旅行をする。中国全土の味を知り尽くしているが、今日は河南省を訪れ、河南省の郷土料理の味を自分の舌で確かめに行く。衛生さんは武術に夢を持っている。広東省から鄭州まで長い距離を旅してきたのはそのためであった。目的地はただ一つ、少林寺だ。ここでは武術を学び、僧侶にいつでも相談することができる。上海から来た張さんは、まるでパラレルワールドに入り込んだような気分だそう。チョンサムの徳化街を歩くと、まるで映画の世界に入り込んだようである。みんなが夢と期待を持っている。集まろう。驚きが待っているこの場所で。整朝妇女